はあのバーチャレーシングのメガドライブ版をついに完成されたセガ開発部の永田光一さんにお話を伺います。永田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。とうとう完成ですね。制作にあたってはどういうご苦労があったんでしょうか。このゲームにはですね、秘伝っていうのがありましてですね、それをまあ自動車工学とか力学に基づきました120個のパラメーターを見えない部分でコントロールするっていうのがかなり苦労したところですね。見えないところと言いますと、具体的にはどういったところでしょうか。例えばユーザーの方が一番分かりやすいところで言えばね、カーブの手前でブレーキを踏みますよね、スピードを落とすために。その時に、おや、なんか曲がりやすいなっていうね、いうふうに感じると思うんですよ。それは先ほど申しましたね、120個のパラメーターの一つのフロントタイヤのグリップっていうのはね、かなり効いてるわけですよ。はい、なるほどね。このゲーム、ポリゴン CG の映像技術に話題が集中していますけれども、そういう見えないところも随分作り込まれてるんですね。まあその通りですね。まあそういったことはね、やはりね、実際に遊んでもらえばね、絶対にね、分かってもらえると思うんで、はい、その辺は勝って遊んでいただきたいなということで。永田さんの自信作ですね。はい、最後に永田さんから嬉しいお知らせがあるそうですね。はい、いよいよね、3月発売に向けて2月の27日から VR デーというね、キャンペーンが始まります。はい、でこのゲームのね、魅力を満載しましたプロモーションビデオをね、全国のゲームショップで、なんと20万人の人にプレゼントしようっていうのがあるんで、みんな2月の27日はショップへ集合してくれっていうことで。それは楽しみですね。永田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。アーケードの迫力がそのままメガドライブで体験できるバーチャレーシングは9800円で3月18日発売予定です。